もしもし、こんにちは。私、立花と申しますが。あ、お元気そうでよかった。あ、ごめんなさい、こんな格好で。驚かせちゃいました？私たちのこと、覚えてますか？よかった。もし忘れてたら、こんなお電話してる私って、まるでおバカさんですものね。そうだ、自己紹介が遅れちゃってごめんなさい。私は立花由美。そして向こうにいる二人が。あのスポーツタイプの水着を着てるのが緑川亮、通称お亮ね。あそこで日焼けマシンをいじってるのが門倉千里。そして私の三人でこのスキー場に来てたんです。そこにあなたが飛び込んできて、ああいうことになっちゃったってわけなんですよね。あ、怒らないで。だってあんなすごい転び方初めて見たんですもの。みんなであれって新しいナンパの方法なのかなって話してたんですよ。でもそんな命がけのナンパってあるのかななんて。それより本当に私たち心配してたんですから。だって私たちが近づいたら微笑みながら立ち上がろうとして、また雪の中に頭から倒れ込んじゃって。お亮が応急処置したからよかったものの、あのままだったらきっと家になんか帰れなかったって、救急班の人たち話してましたもん。私たちもなんか人助けしたみたいないい気分になってたんですよね。勝手なお話ですけど。本当、元気出してくださいね。お亮も千里も、とっても心配してるんですから。ね、そうでしょ？そうさ、青年、元気出しなさい。お亮、ほら、お亮もこの気の毒な青年に何か言いなさいよ。こういう青少年を慰めるのは、お手の物でしょ？どうだい、目の正月でしょ。じゃあまた。ごめんなさい、勝手なことばかり言ってて。私たちいつもこんな感じなんです。
私たちは今朝、鎌倉からこのスキー場に初滑りに来たんですよ。あなたのことが気になって、ホテルの人にこの番号を聞いたんです。ご迷惑でした？どうですか？お怪我の具合。心配してたんですから。ではまた。突然お電話してごめんなさい。さよなら。もしもし、こんにちは。私、たち。